どうも、今日ですね、この水たまりみたいなところにね、ワニさん、三原さん、マーシーさん、真夜中の病院さん、皆さんでガサガサに来ております。この水たまりやばいですね、すでにね。何でもいるね。よいしょ。サクレンが入りました。うわ。さばいたら餌にちょうどいいサイズ。出た。結果飛び出そうだ。確かに。跳ねるんだ。ハクレン来ました。ハクレン。ハクレン。でか。マジっすか。こんなところにこんなところ。掘り残されてるんですね。早速これリバさんの網一すくい。一すくいです。網一すくいでこれ。みんな逃げてる。おたまじゃくし。牛ガエルのおたまじゃくし。やばいでしょこれ。びっくりした。牛ガエル漁師ですね。すでにもう。あ、船も入ってる。これ船。船ですね。漁師でおたまじゃくしを。ガサガサしてみましょう。行くぜ。まずはね、軽くね、さっさっさっと。はい、この量。この俺がね、サクッとね、サデ網ですくったところ、この量ですよ。牛ガエルの玉。この量。小林もいますね。2発目、こんな量。こんな量で。これ数え切るまで一緒やばいですよ、これ帰れません。この量たまってますよ。これもすごいよ。これみんな片足ですかね。片足っぽいね。たまにもつごが混ざるけど、あー、こっちは来たかも。この量もつご、在来種が、在来種もつごっていう存在がすごい。これやばい。ここはアメリカ。ここはアメリカですね。ここはアメリカ。やばい。たまに中国が入ってる。やばバン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 。やばいやばい。サデアミ勢がどんどん上げていくるやん、これ。漁獲がすごい。やばい。もうやばいしか出てこない。これはすごいわ。魚ですか？魚。魚なんかずっといますよ。やっぱ行くしかないな。サデアミで塞ぐしかない。行きますか？おお、アメナマだ。すげえ。55ぐらいかな。網でアメナマ取れちゃうんだね。はい、今度ワニさんがね、アメナマ取りました。泣いてる。ギギ泣いてますね。まあまあでかい。こんなとこにいるんだ。この胸びれで泣くんですよ。ああ。外来種の多様性がやばい。すごいですね、このサイズがね、いろんなのが。雷魚、ハクレン、アメナマ。何でもあり。アメリカザリガニ。まだなんかもう一匹ぐらいでかい魚影あった気がするんだよな。なんかあの追い込んでる時にもう一匹ぐらいなんか。よし。オッケー、じゃあ追い込みますか。追い込みましょう。雨開いてるんで今。行くでー。よし、じゃあここの細い道をマッコさんとハサミ打ちして。行くでー。よし。相当ゴミ入ってるな。ああ、相当ゴミ入った。でほんま。魚を取る、多分これ野良猿だ。あ、なんかいるいる、でかいの。あ、じゃあ追い込んでもらって。あ、飴玉だ、飴玉。あ、いた。はい、網はいい。あ、いた。はい、ありがとうございます。なんかゴミが、追い込まれたかな。どうだろう。でも逃げ場ないから多分。それでじゃあ、うわ、なんだこれ。椅子の看板。あ、入ってる。入った。アメラマ2匹目入った。同じぐらい。あ、うわー、やばいやばい。まあ、同じぐらいの同じぐらい、うん、やばいね、この沼地。こんな沼地にさ、こんだけの外来種、しかもこんなサイズのいるの、やばいね。うー、大暴れ。すごいすごい。アメラマ2匹目。すごい。本当関東に帰化した外来種お得セットみたいになってるな。勢ぞろいだよね。こんだけでブルギルとかいないっすよ。確かに、ブラックバスとブルギルいない。食われちゃうのかな。でも入り込むよ。だからね、もうここはマインだぜみたいな感じ。
この深さの中に満タン。ここが一番見つけるあの量です。ヘドロクサです。ここよりは綺麗だけど、いやすごいわ。大差なかった。大差ない。この量、これ全部到着して、アルコール除菌シート持ってきてよかったな。はい。ある程度ね、葉っぱを取ったことはなくし、こんな感じになりましたよ。マーシーさん、これ何匹ぐらいいますかね。おそらく8000から1万ぐらいいると思います。8000から1万、これはね、もうね、一回ね、数えてるマーシーさんの体験談からしてる数字なんで、ね、確かだと思いますよ。完全に僕の3000円は50人超えてます。余裕で超えてます。この量ですか。料理でもするんですかみたいなね。これはすごい。この感触はこれでしか味わえないからね、このお玉のね。うわ、うん、この感じ。うわ、一回すごいです。はい、はい、大物たち。うわ、これ飴玉ね、飴玉、アメリカのマス。うわー、でかい。うん、ハクレン、ハクレン、これも飴玉ね、でかいの。ブーブーブー鳴いてます。そんで、ライガーでかい。よいしょ。まあまあでかいって結構でかい。はい、よいしょ。大物はこんだけ取れました。はい、昨日ね、ガサガサで取ってきた50センチくらいのライギョですね。これをね、外に置いている180センチ水槽に投入しました。ちょうど今ね、入れてから24時間ぐらい経ってますが、だいぶ落ち着いたようですね。仲良く来いと戯れております。いいですね、この顔。まだね、餌をあげてませんが、何を食べるかな。